太郎チャンネル。皆さんこんばんは、にゃん太郎です。今日も一日お疲れ様でした。相変わらず残暑が続く中、暑かったんですけどね。今日も皆さん体調はね、大丈夫だったでしょうか。今週もね、本部の凱旋があったり、先週もね、あって、土日かな、あったんですけど、僕はね、それを全部行くことができなくて、もう辛いなって思ってたんですけど、皆さんね、行かれた方っていらっしゃったんでしょう。本当にね、週末ね、行きたかったんですけど、仕事が入って、あと、用事かな、休み日、週末は休みだったんですね。用事があったりとかして行けなかったけど、で僕3連休じゃなかったんで、土日は休みだったんで、仕事だったんで、ゲリラ凱旋も行くことね、茨城だったんで行きたかったんですけどね、もう悔しいかなって思っています。次は必ずね、行けたらいいかなって思います。今日はもう僕のね、愚痴を聞いてくれてありがとうございます。はい、ということで今回のね、僕の動画は以上になります。またね、今後ともスケジュールをね、調整しながら大石さんだったり愛さんのね、応援をしに行きたいかなって思っているので、応援してください。よろしくお願いします。それでは最後まで見てくれて、聞いてくれてありがとうございました。それではまた次の動画で会いましょう。お疲れ様でした。おやすみなさい。チャンネル登録お願いします。